それでは、フォステックス FF125WK を使ったバスレフスピーカーの製作第3回目の前編スタートしたいと思います。今回はですね、前回までに届いた材料を使ってスピーカーボックスの組み立ての様子をご覧いただきたいと思います。その時に、必要となってくる工具なんですけれども、旗金、クランプ、ベルトクランプということで、ひょっとしたらあまり聞きなじみのない名前、工具なんじゃないかなと思います。これがですね、どういうふうに使うのか、どういった場面で役に立つのかは、引き続きの、制作過程の映像で、ご覧いただければなというふうに思います。それからですね、消耗品ですけれども、マスキングテープ、それから木工用ボンド、こちらも、必要となってきます。それでは、早速、作っていく様子ご覧いただきたいなというふうに思います。はい、それでは組み立ての工程に入っていきたいと思います。まず、フロントバッフルを作っていきます。9ミリ厚のですね、フロントバッフル用の板2枚を貼り合わせて、18ミリの厚さのフロントバッフルを作っていくわけなんですけれども、ここにはですね、接着剤を使って木工用ボンドを使って、貼り合わせていくんですけども、その前にですね、必ずしておきたいことが、この、接着剤をですね、塗る面からですね、こうギューってやると接着剤がはみ出てくる可能性があるんですけれども、そのはみ出てきた時に、接着剤が別の面に染み込まないようにですね、こういうふうにマスキングテープを貼って、漏れてきた接着剤の再染み込みを防ぐというための準備をしておきます。ここにですね、漏れてきた接着剤が染み込んでしまいますと、別の板を貼り合わせるときの接着剤ですとか、付き板を貼るときの接着剤ですとか、また色を塗るとか、いろいろなときにですね、別のものが染み込みにくくなってしまうので、作業が非常に難しくなってしまいます。ですので、こう漏れてきた接着剤を再び染み込むのを防ぐために、マスキングテープで、その予防をあらかじめしておくというふうになります。というふうなことで、これで左右用のですね、フロントバッフル9ミリの板4枚にそれぞれマスキングテープを貼って、両方を、木工用ボンドで貼り合わせて、で、万力等で、固定して、乾燥させてというフェーズに移っていきたいと思います。はい、ではまず両面にですね、木工用ボンドを塗りました。なので、これを重ね合わせて、固着させたいと思うんですけども、その時に木工用ボンドですね、これからの作業を落ち着いて進めるために、まあ、おすすめは速乾性ではなくっても一番普通のスタンダードなタイプ、こちらを使うことを、おすすめします。では貼り合わせてですね、固定していくという作業に移りたいと思います。まずですね、旗金と呼ばれる工具で、左右からこう板を、まあ、軽くですけども押さえつけるように固定しました。これによってですね、この後万力で、まあ、上下方向に圧力かけるんですけれども、その時どうしても板2枚合わせた板がこうずれたくなっちゃうんですけれども、まあ、なるべくそのずれを抑えるように、あらかじめ横方向からですね、少し力をかけておくというために、旗金という器具で横から挟んでいます。はい、クランプでですね、上下方向に力をかけるというふうな固定の作業が完了しました。ね、先ほど説明しました横方向から挟み込む旗金、そして上下方向に圧力をかけて固定するクランプ、これでですね、しっかり動かないように固定して、しばらく、数時間、時間を置きたいと思います。はい、フロントバッフルの圧着が完了しました。左右ともね、こういう風に圧着されております。で、この後ですね、マスキングテープを剥がして、まあ、若干、ほんの少しですけども、貼り合わせたところの
まあ、段差が気になる部分がありますので、400番のサンドペーパーで、軽く磨いていきたいと思います。その時にですね、もう力を入れてゴシゴシするのではなくて、もう本当に滑らせるようにですね、軽く、まあ、磨くと、いうことにしたいと思います。で、磨きの作業が終わりましたら、天板と底板ですね、こちらの上と下の板の貼り付け作業に移りたいと思います。はい、ただいまはですね、天板と底板をつける、まあ、リハーサルというか練習をしているところなんですけれども、まず前のフロントバッフと同じですね、接着剤がはみ出しても後の影響がないように、はみ出しそうなところにはマスキングテープを貼りますと。そして、この天板がですね、横方向にずれないように添え木を使いながら、全体をですね、ベルトクランプと呼ばれる器具でこうぐーっと締め付けると、こういう形で固定して、接着を行いたいと思います。ではこれからですね、一度これをばらして、本当に、接着剤をつけて、もう一度この形に組み上げていきたいと思います。はい、実際にですね、接着剤を塗って、板を取り付けて、ベルトクランプできつく圧力を四方からですねかけるようにしました。でこういう風に固定するとですね、どうしてもこの天板とそれから底板がですね、ハの字に、なりがちなんですね。なので、最初からですね、これは接着はしてないんですけれども、全体が直角になるように、仮にですね、裏面の板も、差し込んで、で、きつく締めるということで、全体がこう綺麗な四角形、長方形になって、出来上がるようにというふうな形で、固定してみました。この状態でですね、しばらくまた置いておいて、接着剤が固まるのを待ちたいと思います。はい、フロントバッフルとですね、天板底板の接着が完了しました。続いてですね、裏面の板ですね、裏板を天板と底板の間に、差し込んで接着していきたいと思います。まこれも今はですね、リハーサルというか練習なんですけれども、ま、添え木を使って横方向にずれないようにして、しっかりこのベルトクランプで締め付けていくということで、やりたいと思います。あと接着剤が漏れますのでね、接着剤が漏れても大丈夫なようなこの、マスキングテープをね、忘れずに貼っておきたいと思います。はい、裏面の板にもですね、接着剤を塗りまして、添え木を当てて、横にずれないようにですね、添え木を当てて、ベルトクランプで、締め付けるというところまで、完了しました。この状態でまた数時間置いて、接着剤が固まるのを待ちたいと思います。はい、リアバッフルのですね、接着が完了しました。続いて側面の板の接着に移っていくわけなんですけれども、まずその前に、このフロントリアバッフル、天板底板の継ぎ目の部分ですねの段差が、まあ、若干ですけれども気になりますので、まず軽くサンディングペーパーでですね、サンドペーパーで、段差を鳴らしてあげて、その後、接着剤の漏れを予防するためのマスキングテープをしっかり貼ってですね。で、今ご覧いただいているのはこれ練習ですけれども、側面の板と、今まで出来上がったところをこう貼り合わせて、四隅がですね、ずれないように、ベルトクランプで軽く締め上げてですね。で、また接着剤が固まるまで置いておくという風な作業に移っていきたいと思います。
はい、接着剤を使って側面の板の貼り合わせ、を行って固定が完了した状態です。で、貼り合わせた時にですね、フロントバッフル、リアバッフル、天板、底板、すべての箇所で、貼り合わせたところの段差が生じないようにするっていうのはなかなか、難しいんじゃないかなと思いますんで、私の場合はですね、まず、フロントバッフル、そして、天板のところで段差が生じないように、位置合わせを行って、まあ、その結果、底板ですとかリアバッフルのところで若干段差が生じたとしても、それはまた後で、ヤスリで調整するという考え方で位置合わせを行いました。で、その位置合わせを行った後ですね、ずれないように、ベルトクランプで軽く締め上げて固定して、さらに、圧着がですねより進むように、上から重りを乗せて、固定してあるという状態です。で、この状態でですね、また接着剤が固まるまで数時間、このまま置いておきたいと思います。はい、片側のですね、側面の板の取り付けが完了しました。で、じゃあ残りの片方をというふうに思うんですけれども、その前に、作業がですね、やりにくくなってしまうので、まず吸音材のですね、取り付けを行って、その後に、もう片側の側面の板を取り付けたいと思います。で、今回私が使うのは、フェルトの布ですね。これを天板、底板、リアバッフル、そして側面の板、もう片方の側面の板に、あらかじめ貼り付けて、その後残った側面の板を接着していきたいというふうに思います。この時にですね、止め方いろいろあるんですけれども、例えばマジックテープなんかをね、使っておくと後で量を足したり、取り除いたりして、音の違いを楽しむなんていうやり方も、面白いんじゃないかなと思います。はい、このようにですね、箱の内側に、フェルトをですね、貼り付けました。この状態で、改めてですね、接着剤を使って、出来上がったスピーカーボックスと残りの側面の板ですね、これを貼り付けるという作業を行っていきたいと思います。はい、残った方のですね、側面の板の貼り付けも完了しました。これでですね、すべての板が組み上がった形になります。少しね、暗くてよく見えませんけれども、内側にはフェルトの吸音材が貼り付けられています。はい、同じような手順でですね、もう一組、スピーカーを作って、その後は付き板を貼る作業、こちらに進んでいきたいと思います。はい、それではスピーカーの内部を撮影してみたいと思います。ほとんど変わり映えしませんけれども、一面にフェルトの吸音材が貼り付けられているのがご覧いただけるんじゃないかと思います。